ソーープのの殺害事件のニュースあったそんなんあったんや誰か詳しく客に刺されて店で死亡マジで吉原でガチ恋したやつうーんまあ女もそうなんやけどさなんかやってしまうとやっぱり好きになってしまうってあるからな色恋営業が激しくてああなるほどね色恋営業を激しくてさらにやってたらそりゃまあ刺されるわフォロワー12万の人気上。うわーお店が営業コンセプトとして色ああそうなんじゃ売れるかもしれんけどやっぱ人って怖いからな 吉原19の有名店ですね同じ店でも20年前もえそうなんじゃ色恋はやめさせた方がいいと思うけどなほんまにまあ、勘違いしたいやつが言ってるみたいなとこあるからな現実とフィクションの人まあソープとか言ってもさ初めて行く人やったらやっぱりよくおるだろうからさ初めて行ったやつはそれは分からんでやっぱりほんまに俺のこと好きになってくれたんかなって思ってまうよそら今まで女とあんまり接してなかったんだとしたら真実の声見つけたって思ってまうよえー、前の店が一緒だったからびっくりしました色よりテック売りだったからええー、そうなん でユミコお前、お前、どんな人間なんだガゼンユミコに興味が湧く。まあ、私はそこの業界ってはあんま分からんけどな。で色恋でウッとんが良くないってのは分かるよ、まあ。私もその、プロゲーマー界隈でやった時にさ、微妙にアイドル売りみたいなことしてた時あったやん。ごめんみんな知っとうか分からんけど、私一応もともと、プロゲーマー界のアイドル売りみたいなのされてたわけ。で、その時はやっぱりその、彼氏おったんやけど、言ったあかんとかさ、まあ、一応、だから、色恋まではいかんけど、その、男を絶対匂わせるなとか、通称取るなみたいなのあったもん。 いやでもたあったんやけんそんな時代もあったんやけんなアイドル売りいやその、ま、待ってその時はほんまのガチの24歳やからガチ24やったらまあよくないほんまにアイドル売りしてもないなあちゃうねんで24歳やったら別まあ思う分には普通やん元な元プロゲーマーないや分かってますけどアイドルですよ で、そう、私は会社にそうやって言われたけど、いや、私、アイドルしたくないからっつって、勝手に彼氏公表して通称とか上げてて、で、会社に結構怒られてた。もうこういうのちょっとほんまにやめてください、みたいな。いやいや、私とかドル売りするつもりないからとか、その時は尖ってた。尖ってたよ。いや、尖ってたんだよ、当時は。いや、私、実力で見せていくんで、ドル売りとかマジしたくないんで、みたいな。でも、最初の方が良かったんやけど、キャラが弱くなって勝てんくなったら、 ももうじゃあ彼氏とか一言も言いません通称とかもあげません独身っていうことにしますみたいな感じでそ <laughs> の微妙にちょっと、まあ、色恋までいかんけど彼氏隠す売りにはしたね典型的な尖り方ですけどでも勝てなくなったらちゃんとおらんことにしたんでこの口の悪さでドル売り尖った近いドルしかも全然売れてなかったし折れたそのあんまり勝てんくなったら折れたすぐにすいませんもう公表しないんですいませんっつって <laughs> 男絡みいらん実力一本マジマジみたいな感じだったよ最初はな 勝てな,くなってタヌヌになっちゃったんだ。